Yo, so welcome to Count to 99. I'm Sean Bradley. Goji です。It's been a while. So, めっちゃ久しぶりやな。めっちゃ久しぶりやね。ほんまね。何ヶ月ぶりこれ。マジで。1年ぶりか。すごいね。久しぶりです。元気ですか？みんな元気？Welcome back. Thank you for joining us. You probably noticed we've changed the backdrop. We've decided to shoot this way towards the bar so you can see a little bit more of the bar this time around. So today we're going to be looking at fans of pro wrestling and, for example, how people became fans of pro wrestling, what their favourite matches are, and what they consider to be the most famous matches of all time. I put some questions out to you guys on social media asking for your opinions, what you thought. We wanted to get the views of kind of Western fans, what they thought about Japanese pro wrestling, and we also got some opinions from some Japanese wrestling fans too. What people want to know is, how do Japanese fans become fans of pro wrestling? So, Koji, what do you know about people becoming fans of pro wrestling in Japan?どこまで喋ったらいい？まあまあ、ということで今回ちょっと特別版でやります。日本もプロレスないからね、だからちょっと今回は内容を少し変えて、日本の、ファンの皆様の、まあ僕も含めてね、日本のファンのプロレスをどう見てるのかっていうのをお話ししたいと思います。はい、ファンになったきっかけっていうのはね、まあ、もちろん日本ではいろいろあるんですけど、日本って、テレビ局でもちろん今でもやってるんですけど、ほら今、アメリカだったら「マンデーナイトロー」とか、スマックダウンは「フライデー」か「フライデー」で「AEW ダイナマイト」も「ウェンズデー」とかあるでしょ。で、その時間って多分例えば午後8時だったり、9時だったり、見やすい時間帯になったと思うんですね。で、日本では1980年ぐらいかな、約今から40年前は、新日本プロレス、ニュージャパンね、は、金曜日の8時に、いわゆるテレビ局でやってました。でも今はミッドナイト、夜中の2時とか3時に、やってます。で、昔は1時間で、今は30分、だから、見る時間もすごく、深夜になったし、時間も短くなってしまったわけですね。で、私が今44歳なんですけど、だから私の小さい頃は金曜日8時に、ニュージャパンで、土曜日の晩の、1時にオールジャパンプロレスリングがテレビでやっていたので、例えば日本の今の、40代、50代、60代の、世代の、まあ、日本人、特に男性は、ほぼ新日本プロレスか全日本プロレスを見てきました。でも今の若い世代の人たちっていうのは、今は新、ちなみに全日本プロレスはテレビではテレビというかケーブルテレビに変わった、まあ、いわゆるオールジャパンのロアは、ケーブルテレビ、だから今唯一その普通のテレビで見れるのはニュージャパンの深夜だけ。僕の世代はテレビを見て新日本全日本を見て育ってきたんだけども、今の若い人たちはその深夜の30分のワールドプロレスリング、ニュージャパンプロレスリングを見るしか方法が実はない。でも、今と昔が違うのは、昔はテレビしかない。で、その後で、例えば1年後ぐらいにビデオテープを見るっていうのが、で、あとはまあ、ウィークリーマガジン。とかマンスリーマガジンとかを見るしかなかったんだけど、今のファンは、まあ、Twitter とかね、SNS、まあ、YouTube とかいろいろ見れる、ものがあったりとか、あと、まあ、ストリーミングサービス、NJPW ワールドとか WWE ネットワーク、DDT ユニバースとかいろいろありますよね。だからここで今見ることになっているので、
て、今見るきっかけはかなり変化してきているということですね。Yeah, so there are some things that are very similar to Western style pro wrestling fans and Japanese style wrestling fans. People getting into pro wrestling, very similar. For example, back in the day, using like VHS tapes, exchanging those, whereas now streaming services have become more available. So there are more ways for people to become fans, more now than ever, I think. The next question that I asked you guys was that I wanted you to tell me what some of your favorite matches were, but also what you thought might be some of the most famous matches in Japan. So I asked some of my Japanese friends as well for their answers. Koji's probably going to give you some of his opinions too. So first of all, let's have a look at some of the answers that we got from different people. First of all, we'll have a look at what their favorite matches of all time are. So let's have a look at some answers that we got. 日本でもだからいろいろな世代によって多分好きな選手とか、好きな試合とかは違ってくると思うんですよね。で、皆さんからこうね、アンケートを見たときに一人は、ああ、そっか、デスマッチね。デスマッチが好きな人は、浅井純対武田正史とか、伊藤隆二対葛西純が、まあ、デスマッチとか、2015年のレッスルキングダムの中村対イルシンとか、一番のだから有名な試合は、猪木対モハメド・アリー。なるほどね。ある方は好きな試合が、2000年の佐々木対河田で、一番有名な試合が、1995年の高田対武とで、あと他は、好きな試合はこれも中村対武しかね、うん、で、有名な試合は猪木対砲丸、うん、IWGP リーグ戦で懐かしいですね、うん、あとは好きな試合は、岡田 VS ケニー・オメガで、一番有名な試合は、橋本真也対小川直也。あとは、好きな試合は、レストメニアの、去年か、ベッキー・リンチが2冠取った試合とか、うん、で有名な試合は長州藤波とか。なるほど。なのでやっぱり世代によっていろいろね、多分意見が変わってくる印象が違ってくると思うんですけど、一番多分ね、好きな試合っていうのはその人が好きになってどうだろう、何年後ぐらいだろうね、3年1年もうすぐかな、すぐ好きになる試合も出てくるかもしれないけど、だから私の場合は10歳ぐらいの時にねプロレスを見始めたわけです。で、なのでいわゆる私が見てた時代はアントニオ猪木とかタイガー・マスクとか長州力、藤波辰巳、前田明とかいう世代から、まあ、その次の世代の武藤、長野橋本とかの、まあ、新日本であったりとか、全日本でいくと、ジャイアントババ、ジャンボ鶴田、天竜源一郎で、その次の世代としては、三沢光晴、川田、小橋、田上となるわけですけど、私が一番、好きな試合っていうのは、結局、いや選べないんですよ。その時の時代時代で好きな試合は多いんですけど、でもやっぱり一番僕が好きだったのは、僕が高校生だった時の試合が一番やっぱり一番情熱的に見ていた、まあ、今でももちろん好きなんですけど、でいくと、私は、橋本対高田なんです。おう、いいわ。うん、で僕は要はそのね、高校生の時若い小さい時に一番好きだった選手が橋本真也選手なんですよ。で橋本真也選手がすごい強くて IWGP のチャンピオンをすごく長く持っていたので、私の中で一番強い選手は誰って聞かれたら大体私は橋本真也って答えるんですよ。の中で一番いい試合というか良かったのは高田戦で、これは、一番有名な試合なんですかっていうもう一つの質問があったと思うんですけど、日本で一番有名な試合は、これも確かにアントニオ猪木対モハメド・アリとか、うん、もちろん有名なんだけども、プロレスファンが、一番日本のね、日本のプロレスファンが一番この試合が有名っていうのは95年の、高田対武藤対高田
いわゆる新日本プロレス VS UWF ユインターナショナルね、うん、UWF インターナショナルの全面対抗戦っていうのがあったんですよ。だからまあ例えるなら、あの WWF 対 WCW かみたいなの対抗戦、うん、が一番日本のプロレスファンではピークの、ファンの熱狂度のピークがその大会なんですね。でその大会のメインイベントが新日本の代表の武藤圭司とユインターの代表の高田信彦の試合がメインイベントだったわけです。だからこの試合はまあ日本のプロレスファンはほとんど見ていると思います、うん、まあもちろん今の若いあのファンの方は別なんだけども、私ぐらいの世代とかで一番有名となったらやっぱ高田対武藤が有名になってくるのかなと思います。 Yeah, that's、very different to what a lot of people predicted、we got a couple of answers. Well, some people were pretty close. A lot of people were going for、like 1990s. So we had people like、Kobashi, Misawa. But then more recently, like 最近の試合も Suzuki と Tanahashiだからこれ選べないよね。だから例えばあこの5年あいやでもこの1年でベストバウトを選ぶのでも難しいでしょう、うん、特に最近の日本のプロレスってすごく今レベルが高いですし、うん、1年でね去年のじゃあベストバウトはって言っても多分何試合か出てくると思うし、だから1つ選ぶのは非常に難しいね、うんうん、だからまあ10年に一度ぐらいベストバウトでも難しいんじゃないかな。 Well, when I asked people what they thought was the most famous in Japan、many people kept saying the same names. It's like Inoki kana or、Inoki versus Muhammad Ali like you said before、or maybe Inoki kana. So Inoki like a 何回 how many times? 例えるなら、うん、あの日本のアントニオ猪木はいわゆるアメリカンプロレスというハルク・ホーガンです、うんうんうん、いわゆるね一番の、まあ、カリスマ、うんうん、アイコン、うんうん、みたいな形なので、だからやっぱり日本では一番、まあ、神かな、yeah. と言われてるんですけど、だからやっぱり一番そういう意味では有名なのかもしれない。でも今の若い人はほとんど実は猪木を知らなかったりする。But from my experience when I speak to、Japanese people、who don't know、Japanese pro wrestling and they ask me, ah, Sean-san, 何が好きですか? I'm like, oh, プロレス好き。あ、プロレスですね。あ、アントニオ猪木ですね。みたいな。Like that. Ah, yeah, 確かに、yeah. It's the same in America, you know, if you say, oh, yeah, I like wrestling, to somebody who doesn't know wrestling, they'll go, oh, Hulk Hogan, yeah? Oh, yeah, I know.Same level, I think.、ね yeah. People know that famous name, so I think it's difficult to pick just one match, but I think it's easier to pick one person, maybe. I think. Two matches that、I picked out, which I thought were maybe some of the most famous matches, both of them featuring、Kobashi and Misawa. 、one was from、2003 in NOAH,、the other one was from 1997.In AJPW. So、I wanted Koji to give his opinion on both these matches to see what he thinks and what、Japanese people thought about these matches. 一個一個喋るの難しいですね。でもこのあれですね、三沢 VS 小橋とか、もちろん、まあ、川田田上、いわゆる、まあ、全日本で四天王って言われている人たちのマッチアップは、うん、この、まあ、四天王時代って言われてるんですけど、すごく外国人のファンの方にもすごく人気ですよね、うんうん、でもちろん日本でもすごく人気でした、うん、でもちろんだからその時新日本は東高三十四武藤町の橋本がいて、うん、で今のまあ全日本の輪に、三沢小橋川田田上がいたので、この時代はすごくいい時代です、日本ではね。で特にやっぱり外国人人気あるのはミサワ VS 小橋とか、小橋 VS 川田とかがすごく人気があるんですけど、これでもどう語ろうかな。まあまあでもほとんど多分好きな外国人の方見ていますよね。うん、やし、まあまあ素晴らしい試合としか言いようがないし、日本のプロレスの、究極系
なのかな。まあ危ない部分も実際あったりするのでまあそういう部分では外国人のファンの方もびっくりした、うん、多分ねすごくインパクトがあったと思うよね。そうそうそう、外国人のいわゆるプロレスでは見たことがない、うんうん、あのプロレスが日本にあったっていうのですごく好きなファンの方多いと思いますけど、まあ、あのいつ見てもいい試合ですね、うん、そして危険です、うん、だからそうだな、まあまあ難しいんですけど、特にこの日本人の良さ、まあ受け身の素晴らしさであったりとか、強さが出ている試合だと思うので、まあ、あの元気がない時とかね、見てみることを非常にお勧めする試合かなと思います。この試合を見れば必ず元気になれる、うん、あのしんどくてもあの頑張ろうって思える試合だと思うので、この2つはあの非常に印象的な試合だと思います。 One of the suggestions that we got for the most famous match which caught my attention was the Ganryu Jima death match from 1987. Now, I don't think many foreign fans know about this, but this was a death match which... How long was it? Two hours? Yeah, 2時間回ったよ、これ。It was a 2-hour death match. When it was released on video, it was shortened down to maybe 1 hour, I think. But kind of crazy. So I'm going to let Koji explain to you about the Ganryu Jima death match.あのね、これあの巌流島の試合ってね、まあ、もちろんこう巌流島ってこの、まあ、昔そのもっと昔にね、うんうん、あのまあ、日本のストーリーがあって、まあ、それはちょっとカットしますけど、だからまあまあその、まあ、アントニオ猪木とマサ斎藤の、まあ、最終決戦として巌流島で戦うっていうシチュエーションができたんですけど、それまで日本って基本はリングでしか試合をしないんですよ。でしかも絶対観客を入れる。で、まあ、今ちょっとこの時代、今ノーピープルで、日本でももちろんこう WWE とかでもね、ノーピープルマッチっていうのがやってますけど、日本では多分私の記憶では初めてじゃないかな。あ、でもまあそのいわゆるかつその別の場所で撮るっていうね、あの別の場所にリングを作って、まあ、お客さん入れないっていうのがまあまああれなのか、初めてなのかな、うん、だからまあ昔はもちろんこの駐車場でね、うん、まあ、もちろんこうアメリカのインディーシーンでも多分あると思うけど、駐車場にリングを置いてプロレスをするとかっていうのはあるんだけども、その要は島で、ノーピープルでやるっていう試合はかなり衝撃的でしたよね、うん、ね、しかもこれだから2時間ぐらい試合、2時間ちょっと試合があるんですけど、1時間ほど何もしてないっていうのがいうのがあるので、まあまあこれもし暇があればね、ノーカットで見ていただきたいんですけど、まあ、最初に1時間ほとんど出てこない、絡まないみたいなのがあって、うん、でもプロレスの歴史、日本のプロレスの歴史としては絶対に出てくる巌流島なので、ぜひ毎晩チェックしていただきたいなっていうのがあります、ね。まあ、最近でもノーアでありましたね、そう、ピープル、GHC ヘビー級選手権で、うん、ね、チャンピオンが塩崎、で挑戦者が藤田和之、30分ずっとこうっていうぐらい、でもこれ30分ずっと、そう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 、うんうん、難しい、それはってやってた試合があったんです日本でね、うんうん、4月かな。これでもぜひ見てほしいですね、あの現代の巌流島かもしれない、これはまあノーピープルっていうシチュエーションと、すごいまあロングマッチになってるので、でも日本のプロレスらしいではらしいんですよ、うんうん、いわゆる動いたら負けじゃないけど、そのいわゆる動いたその一瞬で勝負が決まる、うん、だからそういうその神経戦っていうかね、あのサイコロジーっていうかね、うんうん、だから すごい見応えのある試合だとは思います。そこでファンの方がどうイマジネーションするか、うん、うん、かな。普通に多分見てると暇やなっていうボーリングですか、うん、多分ね、
Well, if you decide to check out the match, let us know what you think about it. It is 2 hours long, so only if you have like a lot of free time, you should check it out. But yeah, let us know in the comments what you think about that match. So as you probably are fully aware, around the world we're experiencing the coronavirus at the moment. Bars like Camp 299 are finding it very difficult to bring customers in, so we suggested the idea of perhaps doing some crowdfunding to help support the bar whilst Koji is closed during this period of the coronavirus. So Koji, can you explain about the crowdfunding? はい、ということで今まあ師匠からもあった通り、日本も今プロレスがありません。なくなってしまいましたね。2月で 50% ぐらいなくなったのかな。で、3月でどうだろう、70% か 80% ぐらいダウンして、で、4月はもう今ゼロです。だからもしやるとしてもノーピープルっていう部分と、あとはそのバーっていう対して夜の営業っていうものに対して、国から、自粛、営業の自粛を今求め、られている状態なので、それに今 2.99 は従っています、なので今 2.99 は営業しておりません、なので、まあ今どれくらいの休みになるか分かりませんけども、今クラウドファンディング、だったりチャリティーであったりの受付をさせていただいております。そしてまあ、すでに、たくさんの、クラウドファンディング、チャリティ、のご協力をいただいています。ありがとうございます。引き続き、クラウドファンディングチャリティ受付しておりますので、よろしければご協力をお願いいたします。 So thanks very much for joining us. Hopefully you've learned a little bit more about the world of pro wrestling in terms of Japanese perspectiveHopefully we've given you some match recommendations that you can go and check out for yourselves. And don't forget, if you can, please support Koji through crowdfunding. We've got different tiers available if you're interested in crowdfunding, or there's the charity option if you just want to donate the money. Either would be a great help to him, so thank you very much. See you next time on Count 1, 2, 3.